来た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 、繋がった。やっと来たということで戻ります。だったがだーやっと繋がった。もう本当にさ、自分の部屋からだとさ繋がらなさすぎてさ、おっと一旦さ。一旦もうリビング行った。こんにちはこんにちは、ハローハローハロー、ナミです。ナナミー、こんばんはこんばんは、ありがとう皆さん見てくれて。めっちゃめっちゃ何分かかった、やば、5分もかかってる。ナミン、あにゃん。なんかさ、私の家の Wi-Fi さ、本当になんかインスタライブさせてくれないんだよね、いつも。え、すごい、もう200人近く見てくれてる。ポポー。ね、これさ、自動翻訳とかあったらいいのにね。みんなさ、私がこうやってさ喋ったことをさ、すぐさ自分の言語とかにさ変換してくれるやつ。インスタライブになるとさ、ジェスチャー増える、めっちゃ。11時半ぐらいまでしよっかなって思っております。前後はすると思います。でもいつもショールームだからあんまり、なんじゃい。でもさ、私がこうやってさ常に喋ってることをさ、なんていうの、なんかね、画質いいよね、めっちゃいいよね。なんでこんなめっちゃいいんだろう、画質。音声で入力ってさ、ほら私のさこういう言葉もさ全てさ英語で喋ってくれるってこと。ちょっとやってみようよ、これ喋っ、間違えた、英語か日本語にしちゃった。はい、どうも皆さん、はい、どうも皆さん、こんにちは。Hi everyone。 あ、そういうこと？これめっちゃ時間かかるくない？っていうさ、私のさ、この言葉をさ、全部さ、あ、そう、ポケトーク。でもさ、私のこういう会話も全部英語にしなきゃいけないんだよ。 I have to translate all these conversations into English. これ合ってんの？全部じゃないですけど翻訳していきたいと思います。8になっちゃった。8. It's not all, but I'll translate it. 合ってんのこれ。いってらっしゃい。ママがお風呂に入りました。Mom took a bath. 一生面白い。とっても面白い。Very interesting. これでさ、なんかちゃんと日本語わかんない方ともコミュニケーションが取れるね。Now you can communicate with the Japanese way of thinking. まあいっか。あ、面白いって言ってくれてる、嬉しい。
I'm glad you said it's fun. なんか多分わかんない人多いと思うか。今日は雑誌の発売日です。Today is the day of the magazine's release. 私が乗ってます。I'm on the ride. 違う。乗り物乗っちゃった。大阪弁とかできないの？なんでやねん。What's wrong with you? チックワンガールズ。ね、物理的に乗ってる。乗り物になってる。私が掲載された雑誌が発売されました。A magazine that I publish went on sale. 合ってるの？今日のインスタグラムの投稿はそのオフショットです。Today's Instagram post is an offshot. 皆さんどうですか？ What do you think?まあちょっとでもちょっと違くてもまあちょっと伝わったらいいや。確かに英語がめっちゃ早口。あでも英語そんなもん。まあいっか、なんとなく合ってるか。あ、間違えちゃった、間違えちゃった、間違えちゃった。あ。ちょっと待って。The magic letters were a little wrong. Oh, my. ね、見て。私がさ、言っ、ちょっと待って、めっちゃ反射しちゃうじゃん。魔術文字がちょっと間違ってた。あ、って。いうの翻訳されてさ。The magic letters were a little wrong. Oh, my. 違う。魔術文字がちょっと間違ってた。あ、なんだ。とは。不思議だね、これ。毎回毎日インスタグラムを英訳してるんですけど、英語はとっても難しいです。I translate Instagram into English every time, but English is very difficult. 絶対違うでしょ。日本語がまず違う日本語で認識されちゃった今。本当に英語は上手じゃないです。I can't speak English. インスタライブなんか画質いいね。思った。なんかさ、めっちゃ画質良くない？前にインスタライブした時よりも画質が良くなりましたね。あ、前にストライブになっちゃった。なんかすごい違うやつになっちゃった。前回の配信よりも画質が良くなりましたね。The picture quality is better than the previous one. 合ってんのかな。ね、画質いいよね。めっちゃいい気がした。今、びっくり。素敵。今日は髪の毛をハーフアップにしてたんですけど、もうちょっとずっと朝が生写真の撮影してたから、すごい痛くて、撮って、そしたらメイクさんがストレートにしてくれた。優しい！今日はハーフアップをしましたが、インスタライブのためにストレートヘアにしました。 I did a half up today, but I got a straight hair for Instagram live.
イエス、インスタ毎日見てるよ、だって。優しい、ありがとう。あ、そう、今巫女さんの生写真が出てます。今グッズで巫女さんの生写真が出てます。 There's a live picture of the Yako in the goods。 あー、ライブピクチャーになっちゃった。なんて言うんだろう、普通に。しかも彩子っていうの、巫女さんって。巫女さんって彩子、そんなことある？なんか人の名前みたいじゃない？彩子さん。少し遅れた、ようこそ。巫女、巫女絶対彩子じゃないよね。巫女って日本語だから巫女ってなるよね。いつもハートをしてます、ありがとう。翻訳機は私のお友達。 Me too。 レポート書きながら見てるよ、だって。もう締め切りそう、今レポートって。ナミのインスタライブ初めて来ました。だってめっちゃ珍しいですよ、私が配信するの。めったに配信しないから。私がライブ配信、あ、間違えた。私がインスタライブをするのは珍しいです。あ、インストライブになっちゃった。 It's rare for me to do an in-store live。 インスタライブ。このハートってどんな意味があるの？反射神経を鍛えるため。ここにある、こっちか。あ、こっちか。ナーミン大好きです、我らの天使様だって。優しい。短髪はどんな姿ですか？ショートヘア？短くしたいんですよ、ずっと。でもあんまなんかできない、してません。もう成人式が終わるまではしません。ちょっとなんか全然できないじゃん。なんかさ、なんだろう、なんかさ、こういうなんかボブみたいなやつじゃなくてさ、なんかあやびみたいなおしゃれなやつがいいんだよね。似合わないか。あんまなんか人生で短い髪の毛をしたことがない。人生で短い髪型をする機会があまりありません。 I don't have much chance to have short hair in my life。 あ、めっちゃ良くない？これこの英語めっちゃいい。そうだし、アレンジが切っちゃったらあんまできなくなっちゃうから、まあ長い方がいいなと思ってる。でももう加入してからずっとこの長さ、もうずっと変わってない。ほぼ一時期これぐらいだったけど、これぐらいか。今年の2月ぐらいちょっと短かったの、これぐらいだったけど。まあでも最悪切っちゃってさ、うわー違ったなーって思ったら、今の時代ってエクステがあるから、エクステでロングにしたりできるからな。でも私はくせ毛だからあんま向いてないと思う。なんていうアプリ使ってるの？翻訳機？翻訳機はパパゴですよ、鳥さんの。ショートとか短い髪の毛は自分でアレンジができないから、自分でなんか綺麗にできないから多分向いてない。と思う。めっちゃくせ毛だよ。ほらこの辺とかもほらうにうにしてるでしょ。今日公演後だから余計に。すごくくせ毛です。ショートヘアおろそかわいい、だって。優しい。色はもうちょっと暗くしたい。でもなんか
こう見ると暗い今。今暗いからなんか今日写真撮ってても思ったんです、なんか暗くなったなって。でも今はあのなんかメールでも今日書いたんですけど、あの村瀬彩さんの髪色が可愛すぎて、あの寒色系のダークカラーが可愛くて、もう私が村瀬彩さんになれないから、村瀬彩さんの顔だから似合うんですけど、でも髪の毛暗くしたい。でも重く見えるんですよね、暗くしたら髪の毛の量多いから重く見えるから、まずそれもあれなんですけど、次の髪色は悩んでます。次の髪色でユニットライブもやると思うから、今日の公演行ったよ、だってありがとう、めっちゃ楽しかった。今日の公演は MC で、あなた今日って1月31日だから愛妻の日なんですよ。わーやばい、ロックかかっちゃった。ほらなんでママこんな待ち受けなんだろう、なんか初期設定やばい、通訳使えなくなっちゃった翻訳機。そう、愛妻の日だったんですけど、それにちなんで愛してるものみたいな、最近愛してやまないものみたいな話をして、でそれでもう私猫ちゃんって言ったんですけど、本当に可愛い猫ちゃんが本当に可愛い。Cat is very 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 cute。 可愛い。なんか私のお気に入りの猫ちゃんがいて、なんだっけ、スナイデルのお洋服のブランドのスナイデルのプレスの猫みたいなのがいて、マシュマロちゃんとポテトちゃんくん、わかんない、マシュマロとポテトっていう猫がいて、それがめっちゃ可愛い。今日チークどこのオピュのコーラル1番とその辺のネリチークですピンク系のその辺のネリチークです。オピュのチークはおすすめです。もう今多分オピュ目が強め。スナイデル本当に可愛いの猫。スナイデルは高いから買えないんですけど、スナイデルの猫を見るのはインスタを見ればわかるから可愛いです。みんなも見てください。なんて言ったらいいんだろう、私がフォローしてる人の中からマシュマロってやつ見つけてください。You look forward to マシュマロ英語ダメじゃん。ねえ、外国ジャーナルの好きなこと難しさ、あなたの言葉が理解できないことですよ。ほんとそうだよ。私も例えば英語をこの速さで喋られ、来た、繋がった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 、え、繋がってない、え、繋がった、めっちゃオレンジになっちゃった。ああもう、あもうやっと伝わった。もうなんかもう私一生ここから動かないわ。もうなんかね、ダメだと思った。すごい喋るよね。こんな早口で言ったら申し訳ないように。もうやっと、もうね、戻ってきた、リビングに。
なんか急に電波が弱くなりましたって言ってダメになりました。だからさ、間違えてさ、ライブも消しちゃったんだよね。あーって思って急いでやってたら、さっきのやつも消しちゃったんです。もう申し訳ないです。場所戻したというか、なんか一番 Wi-Fi にも近いところでも絶対にもう君のとこから離れないよってところに来ました。もうね、本当にもう許さないでさ、一回切れたらさ、またさ繋ぐのが大変なのよ。もうずっと待機中です、待機中です、待機中です、待機中ですっていうか、あ、ピーチめっちゃいるよ今この部屋だったら。一匹やばい、多分本当に大変なことになる。二匹、三匹、やばい、うん、四匹、もう無理だ、私がいなくなる。まだいるんだよね。5匹もういない、もうみんな集合した。あとはね、そことかね、そこにいます。もう私のもう保護してる、もうみんな、あ、ピーチをみんな保護してます。あそこに2匹と1,2,3,4匹、あともう映ってない子も6人ぐらいいるし、自分の部屋にもあともう1匹いるからめっちゃいます。かわいいでしょ。だからめっちゃもう大家族、私の家は。あ、ピーチがいっぱいいるからね。すごい、4列目で見たって今日の公演、ありがとう見に来てくれて。あ、ここにもいるしね。これはちょっと入らない？顔の形してないから。これも可愛いでしょ？ななみもっと可愛くなりましたね。だって優しい、ありがとう。可愛いな。あ、ピーチの顔してみて、だって難易度高い。ちょっと待って、ピーチがさ、なんか普通の角度になってくれない。違う違う。グッドナイトナーミー、グッドナイト。そうか、もう夜遅いからね。ちょっと半までします。インドネシアから来ました、ようこそ。日曜日久しぶりに公園に行きます。待ってる。でもずっとインスタライブやる詐欺してたから、やっとできて嬉しいです。なんかもっと頻度上げれるように頑張りたいのと、なんかポケトークみたいなやつがあれば一番いいですね。ねえ、本当にワールドワイドびっくりですよ。こんなリアルタイムでさ、まあ、今165人、3人減ってるやん。見てくれてさ、めっちゃ嬉しい。でもなんかインスタ160、えっ、ちゃ、私がこういう人数さ言うとさ減るよね。いや、そりゃそうだよね。なんかさ、あ、増えた。なんかこうやってリアルタイムでさ見てくれる、めっちゃ嬉しいって思う。最近ライブ増やしてるのは本当に握手会がなくて、本当にもうなんかね、自分の精神がみんなと話すことが支えだから、だから最近本当にめっちゃ喋るんですよ。よくもうみんなと話したりなすぎて。この間みなみと言ってた学校の居酒屋どうだった？めっちゃ楽しかった。なんか居酒屋だけど、もう私たち未成年だから、うん、あのもう電波悪くて止まっちゃったからこっち来た。だから
そう、もう私たちもミルメイクとかしか飲んでなかったんですけど、なんか大人になったらもっと楽しそうだなって思いました。大人になんかやっぱ居酒屋っていうぐらいだから、いやまたみなみと大人になったら来ようねって話。もうやっと私の声が流れた。ミルメイク初めて飲んだ。でもめっちゃ美味しかったね。握手会の延期めっちゃ残念、本当に寂しい。私も握手会がなくて、みんなとまだだって明けおめしてないよ。ライブ切れてない？ライブしてるよ。ライブ一回切っちゃったので、もう一回始めたの。再チャレンジ。ミルメイクなんて美味しいやつ学校出なかった。私の学校は牛乳とプルーン発酵乳と、なんか謎にあのなんだっけ、お茶が出た。でも私牛乳好きだったから好きでしたよ。非常にテンション高い。今日多分低いよ。低いよっていうか、なんだ、マックスのテンションじゃないよ全然。もっと高い時は本当に、夫とよくショールーム最近するんですけど、一昨日のショールームとかも、なんかもうウェーって感じでした。コーヒー牛乳大好き。あの温泉の瓶のコーヒー牛乳大好き。あ、ソフト麺食べましたよ。みなみと、みなみが本当にずっと炭水化物しか頼まないからめっちゃ面白かった。あ、いちごのミルメイク飲んだよ。なんかいちごとチョコと何味か忘れちゃった、バナナなんだろう忘れちゃったけど、あっていちごにしました。だからあれ本当に私いちごミルク好きで、私がでも一番美味しいなって思ってるのは韓国のあのいちごお湯っていう、なんて言えばいい、なんかヤクルトのなんかめちゃぶっとい版みたいな形してるいちごお湯なんですけど、ココアか、それが本当に嬉しいじゃない、美味しいんですよ。なんか、まあ、有名だからあれだと思うけど、いやなんか見た目がヤクルトなだけで、味はもうめっちゃなんだろう、甘い牛乳が強め。セレクト給食あったよ。なんだっけなんだっけって、なんか最後6年生ができるやつでしょ、あったよ。全然覚えてないけど、そう6年4組ってとこだったんですけど、私6年4組だったんですよ。めっちゃ嬉しかった。なんか大好き6年4組。揚げパン好きだったの。私揚げパンダメだった、なんて言うんだろう、私結構本当にそういうのダメなんですよね。でもその6年4組の揚げパンはめっちゃ美味しかった。なんか私のイメージは揚げパンは油の塊みたいなイメージだったんだけど、本当にそこのお店の揚げパンはなんかちょうどよくって美味しかったし、みなみの今ツイッターのプロフィール写真になってる、かわいい。ちょっとさ、なんか角度に疲れてしまった。でも6年生は1番でした、出席番号が。超どうでもいい話。揚げパンみんな好きだよね。私本当に揚げパンだけは食べれなかった、小学生の時。あ、ここにさ見て、ビッグワーガールズさん、ここにね、絶対反転してるよね。これって反転しちゃうんだよね、インスタライブ。見て、私の名前が、あ、かおちゃんの名前消しちゃって。私の名前があるんだよ。嬉しい。中身は秘密です。佐々木久美さんの表紙。私も
自分のとこしかまだ見てないんですけど、自分のとことあのまほぴょんとかおりちゃんのとこしか見てないんですけど、後で見たいと思います。今日発売ですよ。そう、まだ届いてない方もいっぱいいるよね。めっちゃ嬉しいです。なんかこんな、なんかかおりちゃんとも話してたんですけど、こんな大きく名前乗るって思わなくてめっちゃ嬉しい。大きいんです、ほら見て、こんな大きく名前載せてくださって嬉しい。もっとなんか1ミリぐらいかと思った。1ミリは見えないか、本当にもうそれぐらいのサイズ感だと思ってた。感想と見どころは、なんか映りが良かった。そう、なんかそう、これもかおりちゃんと話してたんですけど、そのなんか1ページとか、なんていうの、片面ゲームで、ね、静かにしてアーカイブ残すってなったら残せなくなっちゃうじゃん、そういうことママが言ったら。あのだからその見開きの片面とかだけかなって思ってたんですけど、カラーで4ページも載せてくださって、 4ページだよ、すごくない？本当にすごいです。最後の方に載ってるんですけど、全身写真も載ってるし、全身写真もお気に入りです。だから755の背景はこの最後のページのやつにします。しかもね、嬉しいのがね、ちょっとあんま見せれないんだけどさ、ページ数がね、なんとね、自分が載ってるとこ73ページなの。すごくない？ちょっとなんかさ、ちょっとうまいこと見せれないよな。あ、映んない、映りそうで映らないとこ、ほら、すごくない？ちょっとめっちゃなんか、なんか庶民的な家が映ってしまった。すごい、最後の写真好き。なんかゲットした方はどの写真が好きだったよーとか言ってください。待って、30分になりそう。あついてた。ちょっとこたつの中に入ります。なぜならば足が冷えたからです。おいしょーっと。だから73ページに載ってたっていうか、今気づいたんですけど、それももうめちゃくちゃいい。狙ってくださったのかな、めっちゃ嬉しいです。だから73ページを見てください。すぐもうめっちゃね、アンケートもね、アンケートじゃないや、なんていうの、インタビューもめっちゃ長く載せてくださって、ちゃんとなんか良質な紙なんていうの、なんかなんだろう、嬉しい。静かにして。だからカラーでめっちゃ良質な紙。ピックアンガールズさんってすごいね、なんか全部カラー。今日本にいないか難しいと思う。だってよかったら国際便とか、うん、まあでも高くなんじゃうよね。私のお気に入りの写真はこの72ページの写真なので、ぜひゲットした方は72ページの写真を見てほしい。本当にお気に入り。なんか、あ、そうです、アンケート応募してくれたら、アンケート書いてくれたらチェキが応募できるので、ぜひ。
書いてほしいです。2名の方にこのアンケートを次につながれるかもしれないので、ぜひ見てほしい。私のパジャマめっちゃ写ってるここ。家すぎるここ。来たじゃん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 、動いてるんじゃない。もうあの Wi-Fi を諦めてもうバイバイだけ言いたくて 4G にしました。あれ動いてる、あれ動いてない。でほらみんなどんどんいなくなっちゃった。あ、復活したって言ってる。復活した。ちょっともう本当に終わりにします。4G にしました。もう本当に Wi-Fi が使えないので、なんかうちの Wi-Fi は夜になると止まるんですよ。人間みたい、夜だから寝るみたいな、もう本当にそういうテンションの Wi-Fi なので夜になると止まっちゃうので、あ、もう3時1分だ。だからもう終わりますね。本当にもう本当に何回も止まっちゃって本当にすみませんでした。あ、みんな戻ってきてくれた。戻ってきてくれてる。おかえりみんな。そう、みん Wi-Fi もさ、なんか多分寝たいと思うんだよね。 Wi-Fi も多分人間と同じように寝るんだよ。だから夜は本当に弱いんです、私の家の Wi-Fi。 だから終わります。あ、本当に戻ってきてくれたみんなありがとうございます。ということで、見てくださった皆さんありがとうございました。ちょっと、ありがとうございました。Thank you for my... ん？何？私のインスタライブを見てくれてありがとう。Everyone. 何？ Thank you for everyone? Thank you for everyone! Thank you! おやすみ。おやすみなさい。Good night, vegetable. 絶対違うね。合ってんの？こうなんかみんなになんか。チャルジャーチェー。ね、これどうしよう、残した方がいい？でママがめっちゃ喋ったから残さん方がいい、うん、ですね。ちょっとママがめっちゃ喋っちゃったので、ちょっとこれはもう見てくれた人の限定品にしたいと思います。ショールームは、と明日もやってるのでぜひ見てください。思ったよりも本当にたくさんの方が見てくれて嬉しかったです。インスタライブもまたします。最後のおやすみなさい。何言ってみて。スクショタイムだって。何なんかすぐすぐピースしちゃう。ちょっと待って。クラープリーサワー絶対違うよね。プラートリーサワー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 、え、何スクショタイム。あ、私の靴下も写っちゃった。そんなもの写さないよ。そう、今日私めっちゃなんか生活感が溢れすぎてあかんですね。みんなスクショした？マザーグッナイだって。なんで日本語で返すの。取れた。じゃあ本当におやすみなさいです。本当に生活感あふれるものがたくさん映ってしまって本当に申し訳ないです。そういうことです。ということで、ちゃんと片付けていきたいと思います。そう、ママは悪くない、そう、私が悪いんです。ということで終わりたいと思います。バイバーイ、ありがとうございました。ショールームぜひ見てください。バイバーイ。あ、インスタライブもまたします。今日の投稿ニューポストも絶対見てください。バイバーイ、ありがとう。あ、あれ、あ、こうか。